ここの写真ね、やっぱり一枚の写真っていうのは真実真相って物語っちゃうんですよ、はい、からくりが可視化されたんですよ。まあ、あの岐阜の方で、あとまたリニア の, あの水の枯渇の件がまたちょっとこう報道にも出てましたけど、あれがまたこうどう影響を今してる。鈴木自動車は政治をコントロールして金になるからやってると、いろいろとですね、地元の人の話を聞いていくと、もう一つ争点があって、こんなことはね、それこそ地上波とか地元新聞は取り扱いませんよ。県民一人当たり1万円以上のですね負担をして、ドーム型の球場なんでそんなところに作るのって言ったら、そこはまあ陸上競技場を作って、鈴木指導者、おお、なるほど、すごい計画が出てきちゃったんですよ。あ、静岡の県民はこれで変なこと、はい、鈴木さんが当選すると本当に軽蔑されるね、うん、金で投票したわけだから、うん。川勝平太知事の辞職に伴い、5月26日に投票日を迎える静岡県知事選挙、選挙 .com が行った調査によると、元浜松市長の鈴木康友氏が一歩リードし、元静岡県副知事の大村慎一氏が猛追する展開となっています。ということでですね、静岡県知事選挙も改めて言うまでもなく、もうこれはもう皆さんご認識の通りですね、鈴木康友元浜松市長と大村慎一元副知事、このお二人のですね事実上の一騎打ちに、はい、なってるわけなんですよね。で、選挙戦序盤前半戦においてはですね、知名度で圧倒的に勝るですね、まあ、鈴木康友さん、ね、4期16年にわたって政令指定都市浜松市長を務めましたからね、はい、この方が大きく大きくリードしたんですよ。まあ、言ってみれば鈴木康友陣営、まあ、その主体となっているのは立憲民主党、国民民主党、そして連合というね、そういう野党勢力なんだけども、もう結構安心しきって、もうこれで当選確実だろうということで、まあ、余裕の選挙戦を展開していたんですが、中盤から後半にかけてですね、大村慎一さんが猛追というね、ものすごい勢いで追い上げているんですよ。で、まあ、約1週間前のですね、土日に行われた情勢調査においては、ほぼほぼ横の一線並んだと。で、じゃあなぜ並んだのかというところなんですけれども、はい、いろいろとですね、地元の人の、話を聞いていくと、我が虎ノ門ニュースもですね、まあ、言ってみればですね、一つね、大きな影響を与えたとも言われていて、この写真2週間前にご紹介させていただいたので、はい、ちょっと出していただきたいんですけれどもね、高田先生覚えてらっしゃいますか。鈴木、自動車の手前に座ってるんですね、そう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 、ここに座っていて、はい、その後ろに元内閣総理大臣が野田さんが立っているというですね、はい、じゃあ一体この写真を見て一番偉い人は誰って言ったら、もう言うこともなく、もちろん鈴木治総大学と金を持ってる人なんだね。あ、金持ってる人、金次第の日本になったってこと、ね、ということで、まあ、こういった写真がですね、結構拡散しましてね、はい、でしかもですね、武田先生の盟友ともいえる河村、名古屋市長までこの演壇に立って、演説をしたと。なるほど。ただね、河村さんってもすごい人だね。この鈴木治総大学は、リニアに反対と自ら言ってるにもかかわらず、はい、リニア進めてもらわない困るみたいなね、ところを迫ったっていうんで、全然空気読まない人なんだな、この人はと。ね、鈴木治総大学も苦笑いしたんですが、話元に戻しますけれども、ここの写真ね、やっぱり一枚の写真っていうのは真実真相って物語っちゃうんですよ、はい、やっぱりこの選挙、あるいは鈴木康友候補のですねバックには、鈴木治総大学がバッチリついてるじゃないかと、はい、鈴木自動車は政治をコントロールして商売につなげようとしてるわけ。まあですね、鈴木自動車かという鈴木治総大学はそうですね、伝えようとしてますね。だって補助金、だって鈴木康友市長時代から補助金もらってるんですから、工場の移転なんかで。ああ、なるほど、じゃあ金になるからやってると、じゃあ今なんか自民党で企業献金制限をしようなんて、企業から金をもらうとどうしてもその企業に政治的になんかいいことやるからっつってやってるでしょ、そういう点から言ったら良くないんじゃないですか。良くないですね、だからこういう今おっしゃられたようなからくりが可視化されたんですよ、ああ、なるほど、目に見えるような形で、見える見える、今まではやっぱりこう噂みたいなところでね、そうなんじゃないのみたいなね、なるほど、いうふうに言われてたんですが、これによって可視化されてしまったことによって、まあ、そういったところも一つの理由としてあってね、だったら鈴木治県政なのかそうじゃないのかっていうね、選択肢が示されてしまったんですよ、はい、だからそれに対しての、まあ、ノーと言ったらいいんですかね、はい、そういった動きが出てきて、もうついという私は状況になってしまったのかなと、こう思いますよね、はい、でただです
ですね、ここへ来てですね、やっぱり立憲民主党の方もちょっと焦ってましてね、はい、どういうことかというと、やっぱり、衆院の3つの補欠選挙で3連勝したと、ね、この勢い、この余勢をですね、静岡県知事選挙につなげて、ここでも勝利を収めれたならば、その先に見えてきている解散総選挙に有利に働くだろうと、泉健太代表もですね、はい、やっぱり代表を続投して、選挙戦を仕切れるだろうというところでいたんですけれども、まあ、相当焦ったんでしょうね。もうそしたらですね、すごい人をどん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 今送り込んできているという状況になってですね、はい、例えば5月22日、ね、個人演説会では辻元清美さんで、そしてですね、23日木曜日、昨日ですね、鈴木秀哉さん、まあ、それ以外にもですね、もう立憲民主党サイドはもう総力を挙げて現地にですね、人気者、有力者を送り込んでですね、でそうするとですね、じゃあ鈴木康友さんとオール静岡っていうことを言ったんじゃないのと。でしかもですよ、もう一つ争点があって、このね、浜松のですね、海岸線のところに新球場を作るよと、はい、ね、簡単に言ってしまえば球場、ドーム型の球場を作りますよと、はい、県民一人当たり1万円以上のですね、負担をしてドーム型の球場、なんでそんなところに作るのって言ったら、浜松市内に、旧球場がもう老朽化している、それを取り壊して陸上競技場にしますよと、でその代わりこっちに持ってきますよと。でそこのじゃあ取り壊した、旧球場はどうするのと言ったらですね、そこは、まあ、陸上競技場を作って鈴木指導者の陸上部が使うっていう、おお、なるほど、すごい計画が出てきちゃったんですよ。でこれが争点になったんですよ、はい、なりつつあった。そしたらですね、ここへ来てですね、地元の放送局で政見放送をやったんです、はい、ね、そしたらやっぱりまずいぞっていうことで、一言も、鈴木康友候補はですね、球場問題について取り上げなくなっちゃったんですよ。いや、やっぱり、ね、ボディーブローのように聞いてるんですよ、はい、こんなことはね、それこそ地上波とか地元新聞は取り扱いませんよ、はい、あるいは全国紙も取り扱わない、この球場問題なんていうのは、はい、ところがですね、やっぱりネットの力って最近大きくなってきてね。なんで地元が取り扱わないんですか。だって重要なことじゃないですか。だってあれだけバン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 鈴木自動車広告出してんのにね、その取り上げられないじゃん。あ、地元新聞っていうのはお金のためにやってんの。やっぱりきっと多分スポンサーへの配慮、そこもだからいらない配慮ですよね、もちろん報道の使命とは別に報道が大切なんだからね、はい、だから医者が注射を打つときに自分に配慮して患者さんのためにはならないけど注射するようなもんだね、はい、ね、もう本当にだからせっかくね、はい、2週間前に鈴木治の相談役にはチャンスを与えたんですよ。この2週間の中で、うん、トトナムニュースに鈴木自動車の広告が入っていたら、今日こんな配信してませんよ。え、僕なんかしますよ。僕は別に視聴者のためにやってんであって、別に金のためにやってんじゃない、はい、安い酒飲めばいいんだからね。という、はい、ね、精神で我々やってんですよ、はい、そうです、ね、そういうこと、はい、安い酒飲んでね、そう、うん、美味しいですよね。酒なんかだいたい体にあんまり良くないで。まあでも岐阜の方で、あとまたリニアの水の枯渇の件がまたちょっとこう報道でも出てましたけど、はい、あれがまたこうどう影響を今してるんですか、ね、あれね、はい、いやね、地下を掘ればね、はい、地下水が枯れたり出てくるのは当たり前ですよ、はい、だってね、地震が予知できないのと同じで、今近くにどこに水脈があるか全然分かってないんだから、はい、だから別にね、あんなの新聞がいけないんだよ、うん、知識はないのかな。どっかの水が枯れたり出たりするのはそれはトンネル掘れば当たり前で、はい、問題なのは中央高速鉄道がないと、うん、僕は日本発展しないと思いますよ、はい、東海道だけじゃ発展しないですよ、うん、だって江戸時代だったら中山道あったんですもんね。そう、だって江戸時代にさ、徳川家康がまずやれって言ったのは東海道一本じゃダメだから中山道と二つやれって言ってね、はい、その頃から分かってることなんだ。日本の地理から言ってね、もう飛行機はダメだから、はい、やっぱり鉄道っていうか陸上じゃなくちゃダメなんですよ。だから日本はいるからね、はい、別にリニアじゃなくて何だっていいんですよ、新幹線だっていいんだけど、日本目はいるんですよ、はい、うん、それはもう当たり前のことって、はい、日本目を引くときにね、地下水が出たり出なかったりするの、それは当たり前のことじゃないですか。でよくね、地震が起こったらとかって東海道新幹線が壊滅的な影響を受けるじゃないか、はい、だからこれが必要なの。そうじゃないんですよ、うん、思い出してみてくださいよ。ちょっとした台風とか大雨が降ると東海道新幹線ストップするじゃないですか、はい、それでね、日本の経済の大動脈が全部ダメになっちゃうんですよ。
こんな非効率というかこんなリスキーな状況を果たして、ね、許しといていいのか許容しといていいのかっていうと、はい、やっぱりその代替のね、だって電力だって主要な、電線をね一つだけだと相当リスクありますよね、はい、それと同じようにバックアップするシステム、はい、絶対的にですね経済とか技術のバックアップシステムが必要なんですよ。そうそう、もうそれしょうがないですよ、うん、日本はちょうどね今でもね東海道新幹線はもう満杯状態ですよ、はい、現在で満杯状態ということはこれ以上経済が発展すると日本の交通関係が破綻するってこと言ってんだから、それとね湧き水の問題は違うですよ。湧き水の問題は技術的に開発すればいいんだから、はい、すぐ解決できますから、うん、あ、そうですか、うん、そうそう、あの簡単な話だ、はい、すぐにねタイトルだけでこうリニアと水枯渇だけボンって、ね、出すとそれでまたビューが稼げるっていう、うん、やっぱりそういう思惑も感じちゃうんですよ ね、だから報道の魂だね、はい、問題。あ、ところで、はい、だからこの選挙ってのは今僕は須田さんの解説でね全然理解しちゃったんだけど、選挙冒涜だね。だって選挙を私のものにしてるわけでしょ、金で。それはやっぱ選挙は静岡県民が胸に手を当てて自分たちもしくは自分たちの子孫のためにどういう県政をすればいいかと考えて投票するもんだ、はい、それに対してな一企業のねなんか顧問かなんか知らないけどその人がねそれは会社を立ち上げたのは立派かもしれん、はい、それは過去のことだから、うん、そんなの出てきちゃいけませんよ、うん、なんで鈴木自動車のあの役員はそれ言わないのかね、あれ、うん、相談役を切らなきゃダメだよね、うん、それが役員一問じゃないですか、はい、ね、社会的責任があるんだから、うん、あ、静岡の県民はこれで変なこと、はい、鈴木さんが当選すると本当に軽蔑されるね、うん、金で当選したわけだから。